ベルトを交換していきます。とりあえずまあ、はい、先にとりあえず合わせて、はい、輪かなんかあえへん。お皿は粉なんだから、はい。番号変えとったらいいけど、粉ここまでなったら番号に、うん、ほんまはね、書いてるんですよ。溝の数ですね、5、6、うん、6PK、 6PK、 はい、4つやったらいいよ、PK。 おお、はい、なんかこれつけないか。誰かみたいに、誰やったかな、まあ、つけそうな人は、はい、話しとった方がいいよ。もう帰ったやつを遠くに、もうゴン箱かね、それか。そうですね、だからまあつけていこうか。 OK です、失礼。とりあえずから外した、はい、一番奥の、はい、見えるかな、うん、ここはあのフランクポリのこの後ろ側の溝に入れなあかんから、はいで、この空回りする間にちょっとベルトを回してもらって、綺麗に溝に入るようにしたい。そう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 、ちょっと一回中入って私がついてるところ、もう一回ね、おさらい。こんな感じです。こっからこう来て、このクランクプリの上通ってこうですね、よいしょ。まあ、鏡で、うん、はいはいはい、鏡で回ったらちゃんと入ってるかとか、はい、あんな感じですね、うん、まあ、上に上げてみるのもよしやし、うん、はい、まあ、全部が入ってるか、はい、うん、うん、確認してもらって、はい、まあ、これは手で触れるな。おお、手入っていく、うん、はい、エンジン熱い時は気をつけてくださいね、うん、いや、今でも暑いけど、まあ、これぐらいだからね。まだまし、我慢できてね。我慢、うん、はい、で、ベルト貼っていきます。ほら、前私がやった G の、うん、あれじゃないですか、うん、あれみたいにこう、バーで何ていうの、そう、だからいいなと思ってしまった。で、針ははい、ここで見るんじゃなくて、この一番長いところ、長いところ、離れてるところですね、うん、で、やっぱり皿はちょっと丸くなってるから、はい、角をちょっと当たりつけるのに、はい、やや緩めぐらいにちょっとやって、最後に調整、はい、うん、再調整、やっぱり角度ついてるやつより直の方がやりやすいな、ここは。で、これは、はい、長い、うん、これちょっと無理な人はあのエアクリーナーちょっとダクト外してもって、ほう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 、上から入れるのは入れた方がいいかもかな、はい、羽に引っ掛けて、うん、見えてるかな、はい、おうおう、外れへんように、はい、回していったら一周回ったら、まあ、はい、外れ、
ったよいしょ、ちょっと移動、はい、これも後ろから手入るわ。あ、ほんと、うん、下からな、はい、うん、はい、あんな感じで奥ですね、うん、入れてもらって大生も通して、うん、プリンの上に、うん、はい、え、これはちょっと緩んでないから回れへんから、はい、ダイナモは、うん、これはもう、うん、はい、ごめんなさい、大丈夫、やっぱり目視か、はい、やっぱり鏡やね、はい、まあ、目視が一番いい、鏡入れていきます、うん、はい、オッケー、ウォーターポンプと、見えてる電気、いや、ウォーターポンプ入ってんだけど、なんか入ってないよ、はい、パーステは、うん、手でできるから、うん、はい、うん、OK、まあ、これは案外カバーさえ外したら、うん、うん、そうですね、あ、ごめんなさい、でここのネジを下げちゃったらダルダルに緩めるやんか、これが調整効く効く範囲で、はい、しとけへんかったら次しんどいで、めっちゃこう緩んだ状態で、緩んだ状態で、はい、適度に締めて、うん、ネジを締めたらちょっと締めすぎるかなと思われへんから、おお、そういうのもあるんか、うん、そうそうそう、はい、あとまあ動く程度で、はで、上まで指が入るから、はい、ちょっと針を、はい、うん、長いとこで見てもらってね、エンジンちょっと小1時間ぐらいかけて、はい、角取るから、はい、ベルトのちょっと、うん、ちょっと、うん、はい、適当に締めてよいしょ、適度や、適度適度、えって言っちゃった、適度にね、貼ってもらって、本締めっていうか本張りはまた1時間後かなみんなあのベルトの針を、はい、絶対キュッじゃなくね、うーん、うん、で邪魔くさいから、うん、強めに締めたらね、はい、首とかが痛んで、ちょっと、はい、エンジンかける前にやっぱり上から見えるから、はい、さっき私が見せたとこからね、普通によいしょ、こんな感じでウォーターポンプまで見えるやろ、うん、はい、こっちもクーラーも、はい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 、こっちから見えるわ、見えてる、こっちから見えへんな、見えた、うん、あ、ちょっと見えないね、あ、むしゃい、はい、こっちから見える、この、まあ、この隙間ね、ブレーキフルードの隙間から下側ぐらいから見えますので入れてください、あまりもあのエンジンかけて、はい、キューって引っ張らしちゃったらちょっと離すんだけど、はい、弱かったら OK、これでまあこう1時間ぐらい、はい、エンジンかけて、はい、でからもう一回最終貼り直し、わかりました、やっていきたいと思います、結構来ましたね、まあ、結構かけてはい、起きてきました、多分、はい、めちゃくちゃ暑いと思うねやからそうですね、変わらないから暑いけど、しゃあないから、はい、しゃあないからね、うん、またあと暑いからちょっとまあ気をつけてな、はい、暑い、これは暑いわ、うん、よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、この辺も暑いから、はい、あの奥の方にですね、ちゃんと裏側見てください、うん、
完了です。 OK、 出てきました。だったこれほんまは冷えた時に朝一に大体なるやん、はい、うんうんうん、ほんまは朝一に冷えてからやった方がいいけど、うん、まあ大丈夫まあまああかんかったらね、まだ針に来てもらったらいいだけやから、最後に上からも熱そう、針、まあ、針は上からでもはい、見れるんですね暑いよ、空社長。はい、という感じでこんな感じですね。今日はイーゴイチエレグランドさんのベルト、クーラーベルトとファンベルトを変えていきました。よかったら皆さんも作業の参考にしてください。お願いします。じゃあ、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。